気候の修練について、どんな諸子と目的を持っても、どのような修行段階であれ、修行はすべて心身の両面、またはその両方を同時に取り入れることから始まる。我々の身体、またはイロホーミとも呼ばれるものは、仏教の分類に基づいて、気候は四季法の域に属する。したがって仏法の修行過程において気候の内容を含めることは完全に可能である。しかし仏法は常に心法を根本としており、四季法は補助的であり、受けることのみである。したがって仏教では心法の意味と理屈を理解していないまま盲目的に気候を練ることは推奨されていない。事実は、過度に四季法に端的すると修行が究極の境地に至ることが難しくなり、またその否定的な影響は骨できないことを示している。修行の鍵は心の修行であり、色味の変容は自然に生じる副作用に過ぎず、本末転倒してはならない。密法、それも心法を根本としているを除き、仏教では一般的に気功の練習を強調しない。したがって仏教では心法を求めることを一切修行と呼ぶ。しかしこれは気功の練習が必ずしも下道であるという意味ではなく、単に形の上で仏教に依し仏法の修行者であると自認することが必ずしも正道であるという意味でもない。修行のすべては心が法に従っているかどうかにかかっている。仏の弟子が修行過程で心の自己救済と超越を見落とし、万法唯識を理解せず、同様に下道とみなされるかもしれない。逆に気功を練習する者が心法を理解し、仏法の核心の理屈と一致すると、それは正道となる。したがって修行者の身分とその治める法門とは直接的な二元多関係を持たないことがわかる。この文は気功を練習する友人に本当に心法を理解し実践することを思い出させることを目的としている。確かに世俗的な生活において下道の気功を修練することは非常に普通であるが、しばしば四季法に過度に端的し、心法を理解せずに誤った道に方向位、偏った考え、さらには狂気へと至ることがある。しかし一旦悟ることができれば、誰もが菩提を聖徳する可能性がある。釈迦如来が生涯においてもいくつかの道を瞑想し下道を修行したことがあるため、彼が菩提を聖徳後仏法を受する際に、特に修行者が心の修行を重視するべきだと強調するのはこれらの理由に基づいている。1980年代の中頃から中国大陸の民間では幾度も気候ブームが起こりました。この現象はある程度偽の気候や邪教の育つ土壌を提供したのです。公正に言えば本物の気候は政府と科学界から認められていました。気候の名を借りて詐欺を働く偽の気候師や邪教の師たちを除いて、大多数の気候実践者は善良な人々でした。中央テレビが一度全国規模で気候について報道し、四国の著名な科学者学森教授も新聞でコメントし、気候は人体の潜在的な能力を発掘する科学で、人体生命科学の扉を開く鍵だと述べました。近年主流の科学界は現代社会が物質的環境の改善に注目している一方で、精神的環境や内在の心の向上を見落としていることに気づき始めています。そして、気候がこの面で目覚ましい成果を上げていることは、誰もが認めることです。現在の科学理論は、まだ完全に気候や特異功能の実態を説明することができないけれども、それらの存在を否定することはできません。例えば、気というもの、異念がエネルギーを持つという現象などは、科学界では電磁波との関連性を推測しています。人間の認識が限られているのに、存在する神秘は無限で、それゆえに私たちは気候や特異功能に対してさらに科学的な態度で研究を続ける必要があるのです。科学の本質は真実を求め、検証を受け入れることです。客観的に存在する事実に直面して、人々は積極的に実践と研究に参加し、
科学的かつ合理的な説明を提供するべきです。中国には気候を専門に取り扱う雑誌や組織機関が豊富です。例えば中国気候科学、中国気候、気候法、気候などの雑誌、北京気候研究会、上海式高校復興会、世界医学気候学会、中国体育気候研究会、中国気候科学研究会、北大河気候幸福病院などの機関があります。国家は医学と体育における気候の応用と管理に関する関連法規も特定に制定しています。国外では気候と特異功能の研究は最初心研究サイカリサーチとして始まり、後に超心理学パラプシクキーという用語が広く使われるようになりました。気候や特異功能の現象が発見され証明されるにつれ信者が増え、関連研究もかなりの成果を上げました。しかし残念ながらいくつかの偽の気候、金銭を集める高古の語り、さらには邪教組織が機会を逃さず生まれ、真偽を見分けるのが困難な状況を招き、新興学科学の気候科学の発展を陰に関わせました。しかしいかにしても気候は我が国の民族文化の中で一の宝であります。科学界は気候について以下のような初期の定義を出しました。気候は意識の導く作用を用いて生命活動の過程に自己調整、自己制御を施行し、生理的心理的資質を高め、知恵や潜在能力を開発し、人を健康で長寿、知性豊かにし、心身を完全に解放し、徳、知、体の全面的な発展を実現する生命科学です。それは社会の精神文明建設を促進し、人類の健康水準を引き上げ、全人類に利益を与えるという積極的な意味を持っています。科学の巨匠である学盛は言いました。気候が取り組む問題は全く新しい分野を切り開いており、気候研究は人体科学の扉を開く鍵を見つけることが期待できる。人と生物を複雑なシステムとして考える必要がある。学ぶ森著、人体科学よ現代化わざ点横断から抜粋。専門家によると、気候の静けさ、情は国外の心理学が言うリラックス、情と似たような効果を持ち、心身の健康を促進し、心身の徴用、長寿、潜在能力の発揮などに効果的です。2001年7月20日、ドイツのハンブルクで第3回国際がん研究優秀成果交流大会が開催されました。これはドイツのカール・ドイスバーグ公益財団とドイツのボーン大学医学部が共同で主催したものでした。大会の主催者からの招待に応じ、中国の気候は国際的な抗がん活動の舞台に登場しました。中国がん研究基金所は、中国で有名な気候抗がんスーパースター、紫州女郎先生をドイツに参加させることを特に推薦し、各国の専門家から注目を集めました。ですから、邪教と偽の気候に反対する一方で、真の気候と特異功能を誤って叩きのめすことはできません。洗濯するときに子供も一緒に捨ててはならないのと同じです。仏教の視点から見ると、気候の練習や研究に迷信の色をつけてはならないのです。一方、気候の効果に過度に迷信するべきではありません。また、宗教的な迷信の渦にはまってはならないです。蓮香の効果には優劣があり、クヌギには新鮮があるため、病を克服したり治療したりする能力も異なります。私たちは気候の作用に過度に迷信し、期して薬物や化学を排斥してはなりません。特に緊急の症状に遭遇した場合は、迅速に医療の助けを求めるべきです。気候に頼りすぎてしまうと、病状を遅らせてしまうことがあります。私たちはまた、客観的、実事求是の態度で、気候の問題を科学的に考え、適切に気候を保健と治療に利用し、人類の福祉によりよく、より科学的に貢献させるべきです。病気の時、薬物治療を断固に拒絶するのは、自分自身に火をつけるような行為です。
気功の練習に迷信の色をつけすぎると発狂する結果にもなるかもしれません。それはある邪教が封鎖する気功人間であるべきだから、病気の時に薬を飲まず注射も受けず、それが行を消すことだという狂言と同じです。その結果、多くの信者が命を落としてしまいます。私の知人の母親もそうして亡くなりました。これは邪教が口を揃えて言う気しないのと自称矛盾するのです。彼らは気しないことに対して実際には非常に気しているのです。気功についての理解が限られている多くの人々には、冷静な頭脳と科学的な態度で気功に取り組むことが不可欠です。言い換えれば、誰もが気を持っている生命機能です。しかし一部の人が気を師匠から授かったものだと勘違いすることがあります。実際には微小なレベルでは気は微細な循環であり、それが弱いか十分に発揮されていないために我々はそれを感じずにいることがあります。またこれらの反応には強い個人差があり、固定のパターンや状態はありません。誰もが自分で気を起動することができます。例えば鍛錬を通じて静けさの状態に入ることによって、またすでに気が起動された人によって助けられることもできます。しかし知識においては本末転倒しないように、外部の要素に迷信しないように、不良な結果を招くことを避ける必要があります。偽の気功や邪教も信者には功を練る打座入生を求めますが、その功法の操作原理は通常の気功と変わりはありません。しかし邪教はそれを唯一高いレベルの訪問と美化します。実際には誰でも静けさの中に座ることができれば、心身を調節し体を強くし、知性と脳を豊富にすることができます。人体や生命科学の観点から見ると、人の生命と身体自体にはこれらの潜在能力があります。答えは私たち自身にあります。人体はそのような属性とメカニズムを持っています。そしてすべての生物には物性があります。邪教の弟子の心身の良好な状態や神の状態は実は気功の修行によるものです。残念ながら彼らはずっと欺かれていて、師匠の腕前や伝えられた功法が素晴らしいと信じており、それは非常に愚かな迷信です。例えば邪教のリーダー利口氏は弟子に法輪を取り付けることができると主張します。この法輪は宇宙の縮図であり、生命を持ち回転するものです。弟子によると、体内で法輪が絶えず回転することを実感していると言われています。このような状況は過度に執着して生じた幻覚、幻覚自体が一種の着魔によるものかもしれませんが、気功の理論から見るとそれは気功を練る人誰もが経験する可能性のある現象であり、気機が起動されたことを意味しています。どの流派的な気功も、修練者が長時間座禅をして静まると気機が起動し、気の存在を感じるようになり、体内で自然に流れ回転し始めます。時には心理的な暗示や意念がその方向や動きを導いていくことがあります。これは本来生命の潜在能力を開発するための普通の現象であり、人体科学に合致し気功修練の中でよく見られます。しかし邪教の指導者たちはこれを彼らが独自に発明した法輪の名をつけてしまいます。それは本当に馬鹿げています。同時に私は皆さんに注意を喚起したいと思います。このような自然現象が起こったとしても、冷静に受け止め執着せずに自然に任せるようにしてください。心の中で気に対して区別や思考を作るのは避け、そうしないと狂気に陥り精神的な病を引き起こすかもしれません。ちょっとした冗談をしてみましょう。誰でも試してみることができますが、静かに座って数分、すぐに法輪を手に入れることができます。しかしこの法輪は一体何者なのでしょうか。それは私たち自身の気機が起動したものです。
邪教もまた弟子に座禅をし、長期間静まることを求めるため、一部の人々は自然に気機を起動し、体内での気の流れや回転を感知します。残念ながら、彼らはこれを師匠がインストールした法輪と信じ込み、注意を完全にそこに集中させてしまいます。その結果、時間が経つにつれて狂気に陥り、本当の自分を見失う人も出てくることがあります。例えば、心身の状態が良くないとき、気の流れや回転の感覚が弱まると、一部の弟子は法輪が変形したり、消えたりすると勘違いし、腹を切り開けてその存在しない法輪を探す人さえ出てくることがあります。科学的研究であれ、気功修練であれ、人体の六根、六尘にとらわれ、過度に溺れることはよくありません。例えば、私たちの目が見る太陽光は白いものを見せますが、実際には7色を含んでいます。超音波や亜音波は人の耳には聞こえない範囲ですが、その存在を否定することはできません。科学的技術の進歩であれ、人体の潜在能力の開発であれ、私たちは六根、六尘が通常の範囲内でしか作用しないことに気づきます。例えば、耳で文字を聞く、手で文字を感じる、意念で物体を動かすなどの得意能力、もちろん詐欺もありますが、は仏学では、六根五用、六根相互作用と呼ばれています。これは本来目だけが行える機能が耳や手でも行える可能性がある、手だけが行える仕事が意念でも達成できるということを意味します。生命の潜在能力が解放されると、六根は実際に五用、相互作用することができます。気功界では、このような現象は日常的なことであり、科学界でもこのような得意能力についてはすでに定説があります。科学の進歩に伴い、人体の潜在能力の解放による六根の互用性と相互作用はますます明らかになってきています。例えば、超音波や亜音波の検出には特別な装置が必要ですが、これらの波の存在を感知する能力は、人体には本来備わっている可能性があります。同様に、意念による物体の動かし方など、得意能力は仏学の教義に基づいて説明されていますが、科学的な研究もこれらの能力を理解しようとしています。しかし、私たちは、六根、六尘にとらわれず、物事の表層的な理解だけでなく、深くに行きましょう。仏学は、我々が持つ能力を解放し、互いに影響を与える力を認めています。そして、気功やその他の修練を通じて、人体の潜在能力を解放することができます。しかし、狂信的な信仰による誤解や過度な期待は避けるべきです。心の平穏で、自然に導かれるように、我々の潜在能力を解放しましょう。気功を練習する友人の中には、六根相互作用、相互利用の原理を部分的に理解してしまう人がいます。実際には、幻覚の反応の中には、この六根相互作用、相互利用の過程によって生じる否定的な結果があります。我々の意識や潜在意識がある事物に過度に固執し、沈溺すると、それらの心理や思考は聴覚、視覚などの感覚に幻覚を生み出す可能性があります。六根すべてが影響を受ける可能性があります。これが、心念ところかの幻覚です。それにもかかわらず、一部の人がこれを現実の反応だと誤解し、特に精神病の患者はこれを真実と信じ込みます。医学的には幻覚と呼ばれる病気があり、その原理はこれと似ています。一部の邪教の弟子は日常的に彼らの師匠に夢中で、幻覚の状態において彼らは、師匠や法輪のような現象を本当に見たと感じたり、師匠が彼らに教えることを聞いたと感じたり、身体に実際の触覚を感じたりします。夢の中で刀で切られた時、私たちは痛みを感じるのと同様に、信念意識が触覚に変換されます。イコンから神魂に伝達されます。理論的には、これは六根相互利用、または六根相互作用の現れであり、目、耳、鼻、舌、身、
胃の肋根それぞれの機能が病的に混乱し、混同する結果です。残念ながら、一部の連行者はこの混乱や誤認を見抜けず、幻を真実と信じ、妄想に過度に固執し、結果的に発狂のような状態に至ります。仏教には、万象唯一式とあり、つまり私たちの有常の生命の本質は、神仏一元であると言われています。この神仏一元の理念は、多くの人々の認識を混乱させてきました。人々の心の中には、それぞれが持つ神、奇跡があり、それぞれが自分たちの信仰を堅持し、他のすべてを否定して、自分たちのものだけが正しいと確信しています。何千年にもわたるものですが、概念や名前による議論は、実は言葉の争いであり、神仏一元の現象であり、信仰の作用の結果です。だから、みんなが論理的であると同時に、完全ではありません。どの宗旨も、どの聖人も、どの宗教も、真に基づいています。深く信じることで、顕著な効果があるのは、本質的には、神仏一元です。世界の法制はそうですし、私たちの事象も本当に正常で完璧です。ブッダ、マオモ、神、宗旨などの言葉や概念を必要とする必要はありません。それらをにする必要もありません。その点を根本的に理解し、悟ることができると、どんな信仰を持っても、もはや迷信も盲信もなくなります。自然には狂信もありません。まこと、善、美のすべて、それを神、宗旨、神、仏菩薩と呼ぶかどうかに関わらず、に対して信心を持つことで、自然にそれに応じてくることができます。平凡な宗旨が優秀な弟子を育てることができるのは、弟子が宗旨よりも信念が固く、より多くの努力を払っているからです。例えば、病気になったり、困難にぶつかった時に、宗旨に全身全意に頼り、集中して祈ることで、危険を回避することができるかもしれません。特に静けさや瞑想の状態で。しかし、これは宗旨の功績や能力に頼ることではありません。宗旨を幸福で吉祥な化身とみなし、無形の良い情報やエネルギーの場とのつながりを確立させているからです。本質的には、誰もが本当に私たちを救い、助けることはありません。重要なのは私たち自身の信心と善良な神聖です。冗談を言うと、狂った人に対して宗旨や仏菩薩のような信心を持ち、彼を心の中で思い描いて祈ると、同様に効果が出てきます。心が静かで純粋であればあるほど、効果が顕著になります。なぜなら、すべては外の助けであり、重要なのは私たち自身の心の状態です。心を開けないままだと、宗旨も助けられず、ブッダも救い渡すことができず、万能な神も私たちには手を貸しません。なぜ一部の人が幻覚を見て知らないのでしょうか？それは、幻覚が現れた時、我々はそれを見抜くのが困難で、それを現実の状況だと信じ込んでしまうからです。幻覚だと認識することができれば、本当に幻覚などと言われることはなくなります。打座したり静けさを求めたとき、いろいろな嘘が生じます。心が比較的静かなとき、発識に隠れている大量の情報、時には過去の記憶までが肋根に反映されます。発識は、すべての情報とプログラムを記録したコンピューターチップのようで、あらゆる可能性が現れるかもしれません。したがって、気功を練習している友人には、常に仏教の言葉を思い出しておくことを勧めます。すべての層は、虚妄である。真実かどうかに関係なく、色味の肋根が相互作用した時の様々な現象には、過度に固執してはならない。私たちの知恵は限られており、それらの真偽と因縁を見抜くことが困難です。多くの場合、私たちは勝手に判断を下します。したがって、仏教は修行者に、どんな状況にも、正解をしない、清少を求めない、と教えています。これは、
中間の状況や境界を断然的に否定することを意味してはいません。空と現象は対立してはいません。空は有に溶け合っており、我々は全ての事物に事象がないことを認識するように注意し、法性は空であり、全ては真如の陽と現です。心が正常でなければ色が相を生み出します。修行の根本目的は色を地に変えることです。是非は事物の外見ではなく、心が離れないこと、つまり心が汚染されず逃避せずにあることにあります。要するに、六根の反応には過度に注意を払う必要はありません。また自己暗示も避けるべきです。どんな交渉も悪相も同じように扱い、喜びも嫌悪もないように訓練し、すべての相を事象の一種の客観的な現れと考えます。離れやすくも逃げやすくはならず、ただ知覚を帰還させます。例えば短打を守るか象を観察するなど、狩りが湖面を飛び越えるように自由に来去します。余計な考えは生じません。すると自然に狂心には陥りません。怪しいものを見ても怪しいことを感じず、怪しいものは自分自身に消え去るというのがこの道理です。後世に言えば、仏教を学び始めて以来、私もいくつかの奇妙な出来事を経験してきました。気功を練習する人が経験する不思議な現象も私は見たことがあります。例えば光や香りを見ること、病気を治療して体を健やかにすることなど、実はそれほど珍しいことではありません。生命そのものは奇妙で、人間はそれらの能力を本来持っています。静けさを修練することで自然に特殊な状態に感じ合います。私はそれらには慣れっこですし、奇妙なこととは思いません。私の態度はそれらを否定も執着もしないことです。なぜなら、これらは知恵や悟りを得る証拠ではなく、人間が本来持っている能力を少し解放しただけだからです。人体生命科学においては、人体は小さな宇宙であり、全てが自給自足できます。私は以前重度の交通事故に遭遇し、背中に3箇所の脊椎の圧縮骨折を受けました。当時それが軟組織の挫傷だと思って、治療を受けずベッドでの静養もしませんでした。静心宗だけに頼りました。1ヶ月後、背中はまだ激痛で苦しんでいましたが、病院で X 線を取った時に骨折が見つかり、医師はすぐにサポートをかけて硬いベッドで少なくとも巫女で寝るように言いました。しかしすでに治療を遅らせてしまったので、一挙にかけることにしました。ですから家に帰ってからもどんな治療も受けず、静心宗にはもっと集中しました。すると奇跡的に判断で癒えました。その後数年間、重い風邪や下痢を患ってもほとんど何の治療もしませんでした。故意ではありませんし、単なる実験でした。静心宗だけで回復することができました。ある時期は私はほとんど何も恐れていませんでした。もちろん道徳の大廃的な行為は除きます。例えば重い風邪の間も肉や苦肉を故意にたくさん食べましたが、大丈夫でした。もちろん私の危険な行為を模倣する必要はありません。すべては自分の能力に応じて行動する必要があります。医学と入生は本質的には不良状態を矯正する手段であり、両者は矛盾しません。偏ったり執着する必要はありません。気功を練習する際に、幻覚や異なる空間からの情報を受信する現象はよくあります。これらは真偽を見分けるのが困難で、迷信的な思考を持ちすぎた人が誤った対処をすることが多いです。一部の人は暗い気配や幽霊を見たり、他人の話を聞いたり、奇妙な匂いを嗅ぎ、深くに落ちたり地獄に入ったりする夢を見て、恐怖や嫌悪の感情を持ち、それらを抑えたり払拭しようとしますが、逆効果で悪い幻覚や夢が影響を与え、苦痛を得られることがあります。一方、別の人は光の輪や花の海、仙境、神仙、仏菩薩、師匠を見たり、
美しい音楽やかぐわしい花香を聞いたり、気功を練習する際に自分が非常に大きくなったり仏に変身したり感じ、心を喜ばせ意識的に追求し、自分が素晴らしい境地や衆に達したと思います。しかしこれらの現象が消えると、それらの原因に悩み、最終的には精神が狂乱し深刻な結果に至ります。これらの状況はすべて発魔、つまり迷信的な思考が原因です。迷信的な思考を捨て、漫法唯識の理を深く理解することで、正しい道を逸らないようにすることができます。邪教や偽の気功の危険性は忽視できません。信者たちは師匠が無所不能で高い存在で最大の仏だと迷信し、自分たちの体に法輪が装填されていると信じ込み、師匠や法輪に完全に操られています。このような失明不誤の状態で気功を練習すると、発魔することは避けられません。気功を練習する際には、心が平穏で自然になっている必要があり、執着を捨てる必要があります。邪教や偽の気功師が作り出す工事の工法をよく見ると、一つは仏家、道家、キリスト教などの名詞概念を盗用し、もう一つは人体の打座入生で危機を起動させ、さらには頂上待ちな像を引き起こし、持病強心、知恵の潜在能力を開発する特性を持っています。これらの2つの特質を利用して、彼らは非常に欺かれや迷惑されやすい存在です。気功を熱心に練習する友人は必ず警戒し、後方を長へと迷信の根本にしてください。四季法や神に縛われず、心法と四季法は陰であり、心法を悟ることで四季法の向上が急速に進むことを理解してください。そうしないと定時の状態で方向を誤った道に入り込むことがあります。